品番が 5319C のクリンクルボトルネックトップスです。お色は左からアイボリーとブラックの2色展開で、お値段3500円でございます。これは安定に変わらないので消しますね。そして私が今着てる方がアイボリーで、こっちの方がブラックの2色展開で、お値段3500円でございます。じゃあおすすめポイント紹介していこうと思います。おすすめポイントは結構意外とぴったりしすぎてないです、このトップスは。なんかこういう、先月か、結構こういう感じのリブのタートルのトップス出たんですけど、ちょっと若干ゆとりがある感じで、結構透け感がこれは楽しめるアイテムになって、すごい春を感じるアイテムになってます。そして結構伸縮性がね若干あるので、そこはなんか今とかやったら多分皆さんヒートテックとか着てると思うんですけど、そこまでピチッとなりすぎず、結構着やすいアイテムにはなってます。なんかボトルネックのここのネック部分もそこまで若干ゆとりはあるので、首の苦しさとかはそこまで気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。あとはこのねアウトにしても可愛いんですよ。ここ裾がね若干フリル、あこれ私が伸ばしたわからんな、こんな感じ、若干フリルで、袖の部分も若干フリルになってるので、これはアウトして着ていただいてもすごい可愛いアイテムにはなっております。はい、生地感そうインして着る感じ、生地感はねそうですね結構薄手です。もうほんと春に着ていただけるアイテムです。今だったらなんかのレイヤードとして着てもらう、1枚だと絶対寒いので、まあ、今の時期やったらちょっとレイヤードでも、春やったら、春になったら絶対1枚で着ていただけます。インね、まあ、インした方がすっきり見えはしますね。こんな感じインでもいいですし、まあ、アウトで着てもらっても裾がちょっとフリルになってておしゃれなので、アウトしてでもどっちでも着ていただけるかなと思います。はい、あやいこさん、シアー感が透け透けすぎなくていいね。そうですね、確かにそこまでね、なんかやっぱ生地の感じはちゃんとあるので、すごいシアーっていうほどでもないので、そこまで気にせずともいいんじゃないかなと思います。私今中にスクエアタンク着てるんですけど、まあこれでも全然おかしくないですし、そこまで透け感は気にせず着ていただけると思います。はい、綿 100% ですか。食べ過ぎさん、お素材をお伝えすると綿が 78% で、再生繊維セルロースが 12%。 あ、そうごめん皆さん、めっちゃ嘘ついてた、全然違うとこ読んでた、すいません今の忘れてください、めっちゃ違うとこ読んでた、すいません、そう違った、全然違うとこ見てた。お素材は今から正しいのをお伝えします。お素材はポリエステルが 78% とレーヨン 22% になってます。なんで、まあ、クリンクルっていうのこともあるんで、シワ感とかも全然気にせず着ていただけると思います。はい、まあ、クリンクルなんですけど、そこまでクリンクルしすぎず、どちらかというのがリブとかちょっと縦線が入ってるので、これは結構スタイルアップが叶うんじゃないかなと思います。沙織さん、お洗濯はできますか。お洗濯はですね、こちら手洗い表記になってるので、手洗いでしていただいた方がいいかなと思います。はい、レイヤードにして着てほしいです。 OK です。あ、これも上から着ようかな。商品サイトでも着てるんですけど、普通にこんな感じの、これは今日の新作のブラウスなんですけど、これを普通に着ても、これでレイヤードしても可愛いかなと思います。まあ、今はね、これは1枚がレイヤードで楽しんでいただいて、春は1枚で着てもらって、結構長く楽しんでいただけるアイテムかなと思います。よいしょ、ちょっと黒なんで分かりにくいかもしれませんが、こんな感じです。今ブラウスとレイヤードしたんですが、こんな感じ、そこまで、これもタートルとかじゃないので、そこまで首の苦しさとか、タートルが苦手な方とかでも使いやすいかなとは思います。はい、首の苦しさとかも全然ないので、これはタートル苦手な方とかでも全然使っていただけるかなと思います。ああ、このコーデいいですね。私は結構これ好きかも、このレイヤード感。いいと思う。なんか伊豆市で結構ある薄めのタートル 5000C とかって結構薄くて、本当しっかりタートルなので、そういうのが苦手な方とかはこれぐらいの、ボトルネックなんで、ちょっとタートルが苦手なって方とか、結構ピッチリ感が苦手な方とかはこっちで着てもらったらいいんじゃないかなと思います。これやったらそこまで春とか着てもらっても、これで着てもらってもそんなに暑すぎなんか見た目がなんか暑苦しくはないと思うので、これぐらいで着てもらってもいいかなと思います。
あ、このコーディー好きってありがとうございます。イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。で、これは今日の新作のブラウスとなんですけど、こんな感じで合わせてもらってもいいと思います。まあ、前開けてもいいんじゃないかな、こんな感じで。あ、前開けてきてもいいですね。あ、いいわ。そしてカラーパンツといい、いいですね。別にデニムでも全然合うと思います。これをこんな感じでデニムで合わせてもらってもいいし、ちょっとブルブルやな、あのこんな感じのカラーパンツ、テーパードと合わせてもらってもいいと思うので、はあ、いろいろ多分着回しはできるんじゃないかなと思います。これはあとで黒も着てみますね。透け感とか多分みんな見たいと思うし、うん。あ、首短い族にも優しいグミさん。ん、私もね、首ね、なんかあんまりない方なんですけど、これは本当におすすめです。本当に苦しさは全くないので、あの全然気にせず着ていただけるかなと思います。中さん、黒より白の方が使いやすそうですか。あ、どうだろう。あ、でもこれにこれでも可愛いと思うんですけどね。なんかそこまでインナーの透け感が気になる方は黒の方がいいと思います。黒の方がそこまで透け感は気にならないと思うので、まあ、白の方が顔元に持ってくると結構お顔写りは多分パッと明るくなると思うので、まあ、使いやすいのは白かな。でもどっちもあのベーシックな色なんで使いやすいとは思います。うん、ニットでも合いますか。ニットでも合うと思います。ちょっと後でニットあったかな、ちょっと後でなんか着替えてきますね。すいません、最後の着回しの時とかに着替えてみようかな。あ、今日のコーディのバッグとか合いそう。あ、確か私はこれかな、これ。どうです、私は今スニーカーなんですけど、こんなちょっとカジュアルめな感じでゆるっと感で、いいです。赤でもいいかもな。あ、赤でちょっと差し色カラーものを楽しんでも、あ、でもね、ライトグレーがあるかな。うん、でも黒でもいいと思います。今日のバッグと合いそうですね。これはおすすめです。あ、今から見ます。ありがとうございます。嬉しい。あ、なんか触っちゃった、びっくりした。あ、私骨格ストレートだからそのこのくらいだと助かる。あ、なるほどね。確かに骨格ストレートさん、ちょっとあれですよね、あの首元がちょっとすっきり見える方がなんかいいんですよね。うん、やっと確かにこれぐらいだったら、そんなになんか本当に高さは全然ないので、これぐらいだったら使いやすいかなと思います。うん、あ、シャツかわいい、シャツかわいいですよね。これもね、次ご紹介するので、あ、じゃあ着替えてこようかな。シャツ結構皆さん気になるみたいなんで、うん。あ、デニムだったら赤でもかわいい。確かにこうでしょ、ちょっと失礼。あ、こうね。あ、確かに、あ、確かにデニムやったら赤かも。こういうテーパードやったら私ライトグレーかな。うん、赤もね、これも可愛いので後でご紹介しますね。うん、もしよければ袖部分アップで見たいです。 OK です。あ、危ない、落としよった。こんな感じ袖ね、透けこんな感じの、ちょっとうっすらリブっぽい感じにはなっております。こんな感じで若干クリンクルな感じで、ちょっとシワ加工っぽい感じになってて、袖の先はこんな感じでちょっと若干フリルっぽい感じにはなっています。こんな感じです。こちらもアップで見せるとこんな感じですね。こんな感じ、そこまでねピタッともしすぎてないので、体のラインとかも二の腕とかもそこまで気にせず着ていただけるかなと思います。首元はこんな感じです。はい、うん、あ、やっぱデニムで持ちたいね、可愛いですよね。黒もね、後で最後の着回しの時に黒も着て合わせてみようと思います。